この動画では食品廃棄物のリサイクルについてご説明をさせていただきます。事業ごみの現状と課題です。事業ごみの内訳は生ごみが4割、紙ごみが3割と他のごみに比べ突出して多くなっています。生ごみのうち手つかず食品や食べ残しといった食品ロスは生ごみの半分を占めており、ごみ減量のターゲットの一つとなっています。本市が調査を行う際の食品ロスの定義についても触れさせていただきます。クリーンセンターで受け入れるごみのうち可食品を対象としており、そのうち原型を2分の1以上保持しているものを手つかず食品、それ以外を食べ残しと定義して食品ロスとして量の推計を行っています。家庭ごみと事業ごみを合わせた本市の食品ロス排出量は最新値の令和5年度で5万トンとなっております。近年のトレンドとしてはコロナ禍の影響もありますが、市民や事業者の皆様の取り組みにより減少傾向にあります。次に食品廃棄物のリサイクルの理解を深めていただくためリサイクル施設を紹介させていただきます。今回は京都有機質資源株式会社にご協力をいただき、実際にどのように食品廃棄物がリサイクルされるのかをご覧いただきます。京都有機質資源株式会社が運営しているエコの森京都では、主に近畿圏内のスーパーマーケット、コンビニ、食品工場などで発生する食品廃棄物を収集運搬し、施設で飼料化して配合飼料メーカーや家畜農家等へ提供しています。次にエコの森京都でのリサイクルの流れを紹介します。本施設では天ぷらを揚げる原理と同じ油温減圧乾燥システムを採用しています。食品廃棄物の投入と分別の工程です。事業所等から集められた食品廃棄物を受け入れホッパーに投入し、食品の包装や木くず、紙くず等の異物を分別機で取り除いたものが原料になります。予備加熱の工程です。予備加熱を行うため予備処理混連層で原料と温かい油分を混ぜ合わせて攪拌します。水分除去の工程です。原料に含まれる水分を取り除くためクッカーでは内部の圧力を低くし、沸点を80度から90度に下げて2時間程度蒸気による間接加熱を行います。油分分離の工程です。湯切りホッパーで原料から油分を自然分離により取り除きます。油分分離の工程その2です。原料からさらに油分を取り除くためエキスペラで圧力をかけて油を絞り、原料は固形化します。粉砕の工程です。エキスペラで固形化された原料を粒状にするためハンマーミルで原料を粉砕します。異物除去の工程です。分別機で取り除けなかった異物を除去するため原料はシフターでふるいにかけられた後飼料となります。冷却袋詰めの工程です。飼料は袋詰めする前にリサイクル工程で発生した熱を下げるためミールクーラーで冷却します。その後製品ホッパーでトランスパックに袋詰めされます。食品廃棄物リサイクルの注意点です。事業所から出てくる食品廃棄物でも受け入れできないものもあり、1回あたりの重量や荷姿、食品の状態によって受け入れの可否が変わる場合があります。食品と一体となって商品として販売されているもの以外の混入にも注意してください。次に本市が進める食品ロス削減に向けた取り組みについて説明させていただきます。京都市食べ残しゼロ推進店舗です。
生ゴミ3切り運動を推進している飲食店、宿泊施設、食品スーパーなどを京都市食べ残しゼロ推進店舗として認定する制度です。認定店舗数は同様の取り組みを行う政令指定都市の中でトップクラスとなっております。認定要件は1から8のうち2つ以上取り組むことで、認定されたお店にはステッカーの掲示、来店者や宿泊者への PR、 生ゴミ発生の抑制をお願いしております。次に、食品スーパー等での食品の販売期間の延長の取り組みです。スーパー等での加工食品の販売期限は小慣習で、製造日から賞味期限や消費期限までの期間を納品日、販売日等でおおむね3等分して設定される、いわゆる3分の1ルールが設定されている場合があります。それぞれの期限が過ぎた食品は、賞味期限や消費期限に達する前でも廃棄されてしまうので、食品ロスの一因となっています。京都市はスーパー、百貨店、ドラッグストアと連携し、これまでの販売期限を延長して賞味期限等の当日まで販売するよう呼びかけを行い、毎年多くの事業者に取り組んでもらっています。過去、京都市ではお店で決められている販売期限を賞味期限、消費期限の当日ギリギリまで延長して販売するという実験をしたところ、廃棄数量が減少し、食品ロスの削減効果があることが分かっています。次に、食品ロス削減に取り組む事業者、団体同士の連携促進です。最近では AI やデジタル技術の急速な発達に伴い、食品ロスの分野でも様々なサービスが出てきており、京都市では食ロスゼロプロジェクトというホームページでそうしたサービスを紹介しています。例えば、気象データなどから需要を予測して食品スーパーの発注量などの調整に活用するサービスや、パン屋さんが売れ残りそうなパンをアプリ上に出品して近くのアプリユーザーが購入できるサービスなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。食ロスゼロプロジェクトのホームページでは、事業者や団体同士の連携をつなげていただくため、おむすび広場というページで食品関連事業者向けに食品ロス削減に役立つ技術、サービスの情報や、余った食品の寄付先となる子ども食堂などの団体の情報、事業者、団体同士の連携事例を紹介しています。ここまで事業者向けの取り組みをいくつかご紹介しましたが、近年では消費者の行動が事業者からの食品ロスにつながっていることなどを踏まえ、市民と事業者が互いに理解の上で社会全体で食品ロスを減らしていく呼びかけの一つとして、食品を購入するときに商品棚の手前の消費期限、賞味期限の近い商品から購入していただく手前取りの呼びかけを進めています。京都市内で唯一の最終処分場をできる限り長く使用していくためには、引き続きゴミの減量やリサイクルを進めていく必要があります。食品廃棄物もきちんと分別しリサイクルしていただければ貴重な資源となります。事業者の皆様には、食品リサイクル等をはじめとするゴミの減量へのご協力をお願いします。説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。